神経成電鉄株式会社は、千葉県東括地域に一路線を有する鉄道会社。京成グループの企業であり、京成グループ共通の、K、京、成路ゴを使用している。東京証券取引所一部上場。1990年5月31日以降、関東地方で唯一の、純、大手施設に分類される。パスネットの不調は SK。本社所在地は、 千葉県鎌ヶ谷市区の岐山4丁目1番12号。鉄道事業のほか、不動産業なども行っている。なお、バス事業については2003年10月1日にすべて、分社し、当初松戸新経成バス、奈良市の新経成バス、船橋新経成バスの3社で営業していたが、そのうち奈良市の新経成バスが2014年4月16日を、もって、 船橋神経成バスに吸収されて以降、船橋と松戸の2社で営業している。詳細については、各社の記事及び神経成バスを参照のこと、京成カード加盟店。車掌は、京成電鉄車掌に、英字社名のイニシャルである、S を加えたものである。1946年10月23日に制定されたものであるため、 ベースの形成車掌は1964年改定前のものである。シンボルマークとコーポレートカラーは2014年6月1日に制定された。ステップマークと命名されたシンボルマークは社名のイニシャルである S をカーブの多い路線になぞらえてデザインされており、右上がりとなる形はステップアップする会社の姿勢を表している。 マークに添えられるロゴタイプは音節ごとに区切られており、音のリズム感と読みやすさを向上させている。なお、マークとロゴタイプの位置は使われる箇所に応じて2パターン、ある。コーポレートカラーは、メインカラーのジェントルピンクとサブカラーのニューマルーンの2色があり、メインカラーはシンボルマークに合う色として、サブカラーは従来の神経性マルーンを継承する新色として、設定された。 コーポレートカラー制定後、メインカラーは、駅名標を含めた駅のサイン類のほか、ラインカラーとしても用いられている。サブカラーは、ロゴタイプのほか、シンボルマークや駅名標のワンポイントとして、用いられている。路線図8800系の導入以降、他の大手私鉄よりもいち早く在籍車両の、VVF インバータ制御化を進め、2013年2月8日から、 在籍する全編成の電動車が VVVF インバータ制御車両となった。現在は補助電源装置の SIV 化が進んでおり、2020年現在の MG 搭載車は8000系1編成を残すのみになっている。これ以外の新技術の導入も積極的で、純電機、ブレーキ、シングルアームパンタグラフの導入も形成より先駆けるものとなった。 800型もは809の側面。車番の前に車紋がある。原油車両の形式はすべて縁起が良い数字とされる。8から始まる。800型を上回る車両として8000型と命名され、800型と8000系の長所を合わせ持った車両として8800型と命名されたという説がある。その後、8900系、N800 系、8万型と続く。 また、都営地下鉄浅草線、京浜急行電鉄直通の北総開発鉄道と、同社が以前に直通運転を行い、現在は、京成とも直通する、関係上、車番重複を避けるための関係各社の協定による、割り当て、3は、京成、5.6は、都営、7は、北総、8は新京成、9は、千葉ニュータウン鉄道、9、都市高段が存在する。 なお、N800 型まで伝統的に、車外側面の車番の前に車門をつけていた。車体は設立の経緯から、京成電鉄の払い下げ車両に準じた設計が、大半を占めていたが、8000系以降は、非貫通の正面形状など、京成と一線を隠す独自のデザインを使用した、車両が登場するようになった。その後、2000年代以降は再び京成電鉄と、 共通設計の車両が登場している。完全心臓車両はすべて日本車両製造が製造担当する。また、電動機や制御装置などの電気機器は三菱電機製を採用するが、これは1955年の前線開業に際して三菱電機の協力があったためである。ただし、N800 型のみ、形成3000型をベースにしているため、電動機のみが 三菱電機製で制御装置は東洋電気製造製冷房装置及び補助電源装置は東芝製である。ただし N838 編成以降の冷房装置は三菱電機製である。また8000系のインバータ制御改造編成のインバータ装置は三菱電機製であるが主電動機は東芝製となっている。伝統的な車内装備品として 客用扉は木に備えられた鏡がある。日本の他事業者では、名古屋市営地下鉄、江ノ島電鉄、相模鉄道の一部車両に見られる程度である。設置理由は、視線がそこへ向くということで、鏡を見ることで広告に目が行くだろうと考えて、設置された、副次的に痴漢防止効果もあると考えたからだという。2011年から、 VVVF インバータ制御に改造されていない8000型を順次廃車8800系の全編成を6両編成とし一部編成が京成千葉線へ乗り入れている。前述したコーポレートカラーを採用したデザインの展開を2014年8月29日より開始し8000系一部編成を除く全車両に展開が行われた。 主に8両と6両の交互で運転されていたが、8800型から順に6両化、車番変更を行い、8900系の3、編成にも6両化が行われた。8900型は、中間付随車を抜き取っただけで車番の改版はされず、2014年9月30日より、全編成が6両で運行されている。八百系以前の過去の車両については、京成電鉄の 1988年以前、消滅形式の項目を参照。神経性では、運行番号と関係なく下り列車では1から、奇数を、上り列車では2から、偶数を、初列車から順に振っていく、不満方法となっている。ちなみに、親会社の京成電鉄やその乗り入れ先である、北総鉄道、都営地下鉄浅草線、京浜急行電鉄では、 始発駅の発車時刻の字の数字と運行番号を2桁列車では1を引いた、偶数、形成では、線内のみの列車の一部でその前に、形成の直通列車やそれ以外の事業者では後に、アルファベット1文字が加わる場合もある。等を組み合わせた不番法であり、神経性のそれとは全く異なる。運転区間によって100位の数字が区別されており、それぞれの種類ごとに、 始発駅発車順の不満となっている。なお、千葉線直通列車では 3XX 列車が直通した場合、京成では x 府という列車番号になる。京成線内での運行番号は、下り列車では XX、上り列車では XX プラス1の奇数となる。大人普通旅客運賃。2019年10月1日改定。 京成津田沼駅北奈良市の駅間は特定運賃で168円。新京成電鉄の労働組合は新京成交通労働組合という名称で私鉄総連に加盟している。同組合の下部組織として新京成電鉄労働組合と新京成バス労働組合があり、ユニオンショップ制であるので、社員は一部管理職などを除きそれらに所属することになる。 また、バス事業は2社に分社しているが、組合は一つになっている。1947年10月25日に、新京成電鉄電鉄労働組合を結成した。鉄道の営業開始は、同年12月27日なので開業より2ヶ月、早い。1997年10月30日には、関係者により組合結成50周年の祝賀会が開催されるとともに、 組合50年史も出版され、関係者に配布された。その後、2003年10月1日のバス事業分社化に伴い、新形成交通労働組合となり、交通労組の下部組織として、電鉄労組とバス労組がある、現在の状態になった。新形成電鉄の組合委員は、新形成電鉄労働組合に、船橋、 松戸の各神経性バスの組合員は神経性バス労働組合に所属する。その他の子会社には労働組合はない。バス会社の社員は分社前神経西電鉄労働組合に所属していたが分社時に移籍した。2003年のバス事業分社前は神経西電鉄労働組合という一つの組織で私鉄総連への加盟も 神経性電鉄労働組合という名称で行っていた。船橋バスはもともと別会社であったという経緯から神経性交通労組には属していなかったが独自の労働組合があった。組合結成時には神経性労組から組合型を送っている。長年にわたって独自に活動していたが2006年秋に神経性交通労組に加盟した。その後、 翌2007年10月1日の新京成電鉄への九州合併に伴いバスローソに合流した。事務所は以前新津田沼駅付近の線路沿いにあったが、現在は五光駅付近の線路沿いに移転している。広報誌の名称は新路で新聞版で発行される。その他、冊子版で発行されることもあり、組合員から寄せられた原稿が掲載される。 神経性電鉄の社員が子会社に出向した場合、組合員資格は停止される。沿線のラーメン店でスタンプを集めるラーメン特特スタンプラリーを2009年から毎年10月から12月に実施している。神経性沿線の厳選の人気ラーメン店12店舗が対象で全ての校舎駅が異なる。7回目の2015年は筋肉マンと初めて タイアップし、ポスターや応募用紙にラーメンマンが描かれている。12店舗とその、最寄り駅すべてのスタンプを集めると、応募者全員に、オリジナルの、ラーメンマン丼がプレゼントされ、さらに抽選で1名に、作者のゆで卵直筆サインがプレゼントされる。広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。